皆さんこんばんは。 NMB48 キャプテンの小島かりんです。よろしくお願いします。さあね、初見さんが今日もたくさん来てくださっていますが、早速今1000人の方がね、もう始まる前から待っていてくださいました。ありがとうございます。こんばんは。初見さんもたくさんありがとうございます。 NMB48 キャプテンの小島かりんです。よろしくお願いします。はい、まずはこの番組を見たことないよという方もたくさんいらっしゃると思いますので、番組説明の方から進めていただきたいと思います。 NMB48 小島かりんのリーダー論はですね、私小島かりんが今よりさらにパワーアップしたキャプテンになるために、48グループ問わずあらゆるジャンルのリーダーやキャプテンと対談を実施して、さまざまなリーダー論を学んでいく番組です。で、今日までに7回してきまして、今日でも8回目なんですけれども、そう、様々なね、リーダー、キャプテンとお話をしてきて、全然違った環境と、まあ、その、束ねてる組織の人数だったりとかも、全然違う方たちからお話を聞いてきたので、毎回学ぶことも全然違うんですけれども、今回は、またですね、今までで多分一番、こう、グループとしては人数が少ない、グループのリーダーだったんで、やっていることだったりとかも全然違うので、新たな学びがあるんじゃないかなとワクワクしています。今日もね、ちょっとまたリーダーとして一つ成長できるような時間にしていけたらと思っています。さあ、では皆さんもね、ゲストをお待ちかねだと思いますので、お呼びしていきたいと思います。今回お話しするリーダーは滝山 3.5 のリーダー、武田ひなほさんです。お願いします。滝山 3.5 のリーダーボーカル、武田ひなほです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、はじめまして。すごい嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。初めてですね。まずはこの滝山 3.5 についても、そしてひなほさんについても、ちょっと、はい、行きたいなということで、はい、まず滝山 3.5 についてからちょっと話を聞いてもいいですか？あ、はい、山 3.5 ですね。はい、あの、まずこの滝山 3.5 のこの名の由来がすごい気になったんですけど、はい、聞いてもいいですか？そうですよね。はい、滝山 3.5 はですね、あの 3.5 の意味は、あの、3人で活動してて、ボーカルとベースとドラムと、あ、バンドになってるんですけど、はい、で3人でゲストをお呼びしてライブをしたりするよっていう意味で 3.5 ってつけてるんですね。へえ。あ、そうなんですよ。で、滝山っていうのは 3.5 に合うような名前をつけたいねって話になって、うん、なんか滝山って入れてたんですよ。はい。なんかそしたら、なんかそれ以上にいい名前か思いつかなくて、結局滝山 3.5 になりました。結構キャッチーな名前というか。あ、そうですかね。インパクトのある名前だなと思いました。滝山さんがいるのかなとか。確かに。そう、全然そんなこと関係ないんですよ。そうなんですね。はい、山さんってそのたまにゲストで、うん、こう4人での活動が多いってことなんですか？あ、いや、基本3人なんですけど、あのゲスト、そのイベントでなんかいらっしゃる、うん、あのゲストさんとかと一緒にやったりとか、うん、あの過去には愛媛県の県知事の方に来ていただいたりとか、はいはい、っていうゲストの方がたまに来てくれる感じで、はい、なるほど。たまにこうゲストも含めてやるよっていうところも込めての名前ってことですね。はい、そうです。なるほど。ちょっとすっきりというか理解する。すみません、もやもやと。あ、全然もやもやはしてないんですけど。はい、知りました。ありがとうございます。この滝山 3.5 さんは2017年に結成されて、はい、もう今は6、7年元ですね。あ、5年目。
5年目ですね。はい、まあ、5年目ということなんですけれども、あのメンバーさんがね、これ すごい特徴的なんですが、現役モデルであり、はい、全員愛媛出身の3人組ガールズバンド、ね、はい、全員がモデルさんっていうのすごいですよね。そうですね、あのオーディションがあったんですけど、うん、この私とはまた違うオーディションで賞を取ってきた子たちとこう一緒になって、うん、それぞれのオーディションで集まった。個人活動指導からバンドしようかっていう感じですかね、はい、バンド指導で集まったというよりかは。そうですね、最初はみんなそれぞれの個人でやってて、うんうん、で集まったって感じです。あー、なるほど、はい。そして全員愛媛出身、基本活動が愛媛でっていうわけではないですか、活動自体は。結構愛媛が多いと思います、今も、はい、そうなんですね。結構じゃあ愛媛をこう拠点にというか、はい、愛媛カラーみたいな感じはあるんですね。そうですね、愛媛は結構いつまでも大事にしたいなと思ってて、うん、はいはいはい。でも東京とかそういういろんな国じゃなくて県にもはいはい緊張して県にも行きたいなって感じですね、はい。あー、なるほど。そしてね、このかっこいいキャッチコピーもあるんです。脳威、はい、の顔面偏差値っていうキャッチコピーがあって、いや、でも綺麗だからみんなモデルさん。いや、そうないです、本当にでもやっぱこのキャッチコピーっていうのをつけることによって、こう自分たちのグループの印象だったりとかも、うん、こうね、分かりやすく見えるものだと思うんですけど、このキャッチコピーっていうのは自分たちのグループとしても大切にしているものですか？いやー、私的にはちょっと結構やめてほしいですじゃあ結構こう、なんていうんですか、プロデューサーさんというか、ね、これをこうプロデュースしている方の方針ですね。じゃあもう完全にそうですでも番組名とかもね、結構この顔面偏差値に関するタイトルだったりとかもしませんか、ラジオ名とか。あ、そうなんですよ、顔だけじゃないもんっていうタイトルです、ね、でもなんかね、こうそれに惹かれて見に来る方とかも多いと思いますし、今コメント欄でも漏れなく可愛い漏れなくもうね、事実なんだよ、みんな可愛いよっていうね。いや、本当にありがとうございます。キャッチコピー通りと言いますか、ね、キャッチコピーがこうグループにあるっていうのってすごい大事だなって私も思っているので、48もね、こう会いに行けるアイドルっていうのがキャッチコピーで始まったりもしてたので。そうですよね、やっぱりね、印象として大事なインパクトになるのかなと思いました。じゃあちょっと滝山 3.5 のこのグループについては少しずつ、分かることができたので、次はこのひなほさんについてお話しさせていただきますね、はい、お願いします。同い年なんですね、私22歳。そうなんですよ、3月で23歳になっちゃうの で、あれです、早生まれ。あ、なるほど、はい、そうなんですね。そうなんです。じゃあ学年としては、あ、一緒です、多分一つ上ですかね。なるほど、じゃあ一つ上のでになりますね。1999年生まれ99年生まれ、はい、はい、はい、そう、もうね、こう同い年っていうだけで少しこう、なんていうんですか、分かり合えるじゃないですけど、はい、その気が、はい、ね、そしてグループ結成当初からリーダーをされている、はい、リーダー&ボーカルですね、を務めらっしゃっているということで、で、はい、肩書きが多くてですね、ひなほさんは、はい、これ民謡四国チャンピオンで合ってます？あ、そうです、民謡っていうのを習っててずっと、はい、はい、民謡ってご存知ですか？民謡ってこうちょ昔の曲みたいな感じですか？そうです、ソーラン節とかも民謡になります。あー、はい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 、あ、と
冬系をずっと習ってて、はい、結構大会とかたくさんあるので、当時は中高生ぐらいの時は本当にたくさん出てました、大会に。民謡のこうチャンピオンとかこう、はい、なんていうんですか、それで大会があることがあまり分かってなかったので。あ、そうですよね、結構あのマイナーなので、うん、そうなんですよ、ね、四国チャンピオンっていうね肩書きも持ってらっしゃいますし、あと、プロ雀士。はい。プロ雀士って何ですか？プロ雀士は、麻雀の、プロですね。すごい。麻雀できるんですか？そう、麻雀が結構小さい時から好きだったので、なんか、それだったら、ちょっと、極めてみようかなと思って。すごい。ついにプロにまでなられたということですね、うん、結構じゃあ普段からプライベートでもされます？そうですね、結構勉強ってその雀荘だけじゃなくて、なんか本当に勉強しに行ける塾みたいなとこもあるんですよ、麻雀の。はい、本当に習いたい人が習うっていうとこに結構行ったりはしてます。あ、そうなんですね。習いに行くっていうことですね。そうですね。すごい。そんな肩書きも多いひなほさんなんですけれども、はい、今日のテーマであるリーダートークの方をステインに進めていこうかなと思います。はい、お願いします。グループの、よろしくお願いします。グループのこの結成当初からリーダーされているということなんですけど、どういった経緯でリーダーをすることになったんですか？これはもう本当にあのボーカルだからっていう理由が大きくて。そうなんですか？そうなんですよ。年齢が一番上だったので、もうそれも大きかったと思います。じゃあこう今までもリーダーとしての活動が多かったとかはないですか？今までもやってきたので。私本当に今までは写真の中で言っても結構端の方にいるようなタイプで学級委員とかも一回もやったことないですし、本当に初めてですね、はい、リーダーをやったのは。そうだったんですね。じゃあこの機会に初めてリーダーっていう役割を経験されたと思うんですけど、はい、自分はこうざっくり言うとどういったタイプのリーダーですか？私は結構争いを苦手としている、平和主義だと思います。結構でもなんかそんな感じすごいします。優しいオーラが出ているので。結構だからなんていうの、リーダーらしく悪いことしてたら強く言ったりとかっていうのがなかなかできなくて、それが逆に向いてないなって感じる時も多いです。はい、なかなかね、言う場がすごい多いからこそですね、自分たちがこの役割だからこそ。そうなんですよ。こう悩んでます。ね、はい、なるほど。自分はどちらかというと、はい、子供の頃、小学校、中学校で、はい、リーダーとかも全然嫌じゃなくて、たくさんされてた。立候補するタイプ、いやいや立候補するタイプだったので、なんか自分がリーダーをやってることがあんまり違和感がなくて。ああ、なるほど、そうなんですね。はい、だからこうなんでしょう、2人はもしかしたらこうタイプとしては真逆かもしれないですね。そうですね。あ、でもそういうリーダーに任されるような人が本当に尊敬してて、はい、それはでも昔から尊敬してたんですよ。なので、すごい尊敬します。いやいやいや、私大したこと自分もしてないですけど、なんかリーダーっていろんな、タイプがいていいなって自分的にはすごい思ってて、はい、自分がリーダーを任された時もキャプテンってこうじゃなきゃいけないじゃないですけど、ありますよね、真面目に、はい、そう頑張って何でもできてみたいな、なんかやっぱね固定概念みたいなものがあると思うんですけど、
はい、自分もそういうふうになんか最初は惑わされて、なんかカチカチになんなきゃって思って、自分もなんか殺すような、うん、なんか行動ばかりしてきたけど、なんか自分も3年ぐらいリーダーやってきて、はい、あ、自分らしいリーダーでいいんだなって思った時があって、自分は今もう自分が思ったことを口にするし、自分が思った行動をするっていうのを心がけているので、なんかきっとひなほさんもひなほさんらしいリーダーがとしてのなんかあり方っていうのがあるんじゃないかなって思うので、なんかそんな部分も今日は引き出せていけたらなと思います。そう、嬉しいです。かっこいいですね。本当に。いやこんなとんでもないです。こうね、今まであのアイドルグループのリーダーとの話が多かったんですよ、対談は、はい、そうですよね。なのでこうバンドメンバーさんのお話を聞くのが初めてなので、そこもすごい楽しみにしてるんですけど、こう基本的にこうリーダーとしてやるべきこと、役割っていうのって何なんですかね。そうですね、アイドルさんと大きく違ったところはあるのかな。MC の時は基本一人で話してることは多いですかね。ライブの MC とかで、ボーカルっていうのもあって、そこが大きいのと、いつもアイドルさんと同じで、名前を言うとき、あの掛け声を最初に言ったりとかっていうのがあります。ああ、なるほど。そうですね、エンジンとかもあります。エンジンはめちゃくちゃ緩いのはあります。あ、そうなんですね。なんか私たち結構こう段取りが多いので。あ、そうなんですか。はい、結構人数も多い分、人数多い分全然違った一人一人の動きがあったりするので、コンサートをするってなった時に一から順番にちゃんと整理して、ここの MC で喋るメンバーはこうだよね、ここはどんな MC しますかみたいなのを細かくこう確認していかないと、あの頭ごちゃごちゃになっちゃうから、結構長めのエンジンがあるんですよ。そうですね、はい、覚えるのも大変じゃないですか。結構そうですね。だからそこでみんなこうリハーサルとかでの変更もすごく多いんですよ、コンサートの時って。なのでこう改めて本番前に全員で会って、ここで変わったところからとか、ここ気をつけてねっていうのも一曲一曲こう全部思い出しながらみんなでイメージトレーニングをするっていう時間なので、結構エンジンは自分たちにとって大事な役割かもしれないです、リーダーは。うわー、大変だ。こう、例えば、はい、全然。すごい気になってたんですけど、アイドルさんの裏、はい、なんか、衣装、すごく早いですよね、着替えられてるのって。あ、そうですね。そうですよね。裏側ってあんまり聞けないですかね。どうなってる。全然、なんでます。あ、本当ですか。どうなってるのかなってすごい気になって、はい、衣装はこう着替え場が、大きい着替え場が一つこうステージの下にあって、はい、でそこで自分の出番が終わったら、そこでこう基本は自分一人でバーって着替えるんですけど、一緒だったりとかが協力して一緒に脱がしてくれたりとか、隣のメンバー同士でみんなこう記者みたいにこう後ろのチャックをこう全然外して、すごい協力しながら、はい、はい、着替えてっていうのをしてますね。わー、そうなんですね。そうなんです。まあ、こうライブの裏側ではあるんですけれども、はい、バンドを、私たちアイドルも振り付けを揃えるだったりとか、なんですか、ライン、81のラインを揃えようとか、うん、まあ、そういうなんか決め事みたいなの結構多いんですけど、はい、バンドさんってこう曲の合わせとかも結構されます？合わせはしますね。
リハーサルの時にやっぱり音確認が大本命でやってるって感じなので、うん、ギターが鳴るかなとかベースドラムの音を結構合わせるのに時間が結構かかってるっていう感じ。はい、はい、あ、すいません。その後に曲合わせするって感じです、いつも。はい、こうそういう合わせをする時に、何ですか、リーダーシップというか先陣切って喋るのが日向さんが多いかなっていう感じです。あ、そうですね。あの何やる、何、まあ、全部はできないと思うので、あの曲をやるかとか、ここは合わせて飛ぶとか、そういうのは割と決めてます。なるほど、はい。基本的な役割を知れましたけど、グループが3人じゃないですか。はい。で3人ってなると結構分かりやすくキャラクターだったりとか、なんだろう、人間性っていうのもすごい、はい、役割分担してることってありますか？役割分担、そうですね、結構みんななんか結構話がなんかなんて言うんだろう、みんな結構ふわふわしてて、なんかしっかり通じない時もあるんですよ、話が。でも結構その3人の3人で役割というか3人で一つって感じになってて、話す時もあのみんなで助け合いながら話してるって感じなんですけど、性格的にはあのベースの子がムードメーカーで、ほんまに面白いこととかトッピなことを言ったりするのがベースの子で、ドラムの子は結構お母さん的な役割をしてくれてて、はい、メンバーの話を結構悩んでたりとかしたら聞きに来てくれたりとか、それこそすごいリーダーっぽいんですけど、そのドラムの子は、裏で支えてくれてるって感じですね。へえー、そう、はい、じゃあグループの方針とか、今回の例えばライブがあった時とかも、はい、こういうライブにしていこうねとか、そういう話し合いも結構3人で作っていくことが多いですかね、やっぱり。あ、そうですね。なんだろう、こう自分一人でこう決めたいっていうわけじゃなくて、なんかみんなの意見も聞いて、それをまとめてあげたいっていう気持ちが大きいですね、私は。なるほど。次に、結構個人のお仕事が、個人活動を結構活発にされてるなっていうイメージなんですけど、はい、この個人活動をしているっていうのは、グループとしての方針ですか？私自身が、結構いろんなことをやってみたいなっていう気持ちで、お願いしてやらせていただいてる感じです。なるほど。はい。じゃあこう結構個人で活動しつつも、その上でこうバンドも一つの活動としてやってるみたいな。あ、そうですね、そうです。こう個人活動をすることによって、ひなほさんをこう知る方が増えて、はい、それでやっぱバンドにもつながってくるっていうことは結構行われることですか？あ、結構麻雀の方で何かに出てたりで、そこからショールームの配信に遊びに来てくれて、そこから滝山を知ってっていうこのルートで来てくれる人結構いらっしゃいました。なあ、こうなんか今までグループのことばっかり対談でもお話をしてきたので、この個人活動についても聞いていきたいんですけど、はい、グループのこうひなほさんと個人のひなほさんの違いってあります？自分の中で。あんまり違いはないのかなって思ってるんですけど。どうだろう、でもやっぱりやってることが全然違うので。はい、そうですね、自分自身は変わってるつもりはないけど、
多分見てくれてる人は、多分全然違う目線なんだろうなと思います。って感じで。確かに。また、たった稲子さんでしょうしね、こう、やっていることだったりとか、見れる感じも違うと思うから。はい。そうですね。あ、カメラ、止まっちゃいましたね。大丈夫。あ、はい、戻ってきました。戻ってきました。よかった。はい、戻ってきました。じゃあ、次に、その個人活動もすごい多いひなごさんだから、はい、自分自身こうセルフプロデュースすることっていうのが結構あると思うんですけど、意識してることありますか？意識してることは、やっぱ何事も継続することが大事だなって最近気づいてきて、なので、今ショールーム配信も毎日やってるんですけど、それも、やってる日にちが結構長くて1600日ぐらい毎日やってるんですね。え、何年ですか？何年だろう、4年は過ぎてますかね。すごい、毎日続けるってすごい。もうそれもやっぱり続けていくうちに常連さんとかも本当にたくさんいらっしゃいますし、一人一人とやっぱりお話も、まあ、画面越しですけどできるので、うん、そういうことも大切にしてますね。ああ、じゃあちょっと今後の話をしていこうかなと思うんですけど、ちょっと今個人の話もしたので、はい、こう個人的な今後の目標っていうのは何ですか？個人的な今後の目標は、自分昔からその声優さん、歌手になるのにずっと憧れてて、最終目標的には声優歌手になることですね、個人的には。へ、すごい素敵な、あの可愛らしい声してらっしゃるから。ありがとうございます。はい、なんか透明感のあるというか、透き通った声をしていらっしゃるので、ひなごさん自身も、こう、声優のコートとかもしてみたいってことですか？そうですね、今後、声優のお仕事もさせていただけるように頑張りたいなと思ってます。うんうんうん、ああ、なるほど。じゃあ次に、グループとしての、この今後はありますか？はい、グループとしては、やっぱり大きなところでワンマンライブをしたいなっていう気持ちがあるので、でも愛媛も大事にしたいっていうこともあるので、愛媛武道館でライブできるようになりたいなって思ってます。とりあえず。あ、はい、そのために今グループとしてやっていることだったりとかありますか？今やっぱりちょっとコロナ禍のこともあって、いろんなとこにライブに行くのが難しくなってるんですけど、その分こう裏で練習する時間は増えてて、とてもだから結構竹山としてスキルアップできるように頑張ってます、今。今はじゃあスキルアップの途中というか、スキルアップ中ってことですね。そうですね、はい、ね、はい、いろいろ聞いてきましたけど、こう自分がリーダーをしていて、この時にすごい苦労したというか、これが難しかったっていう話も聞いていいですか？ですね、さっきちょっと言ったかもしれないんですけど、やっぱり自分なんかメンバーとかが結構悪いことしてたりとか、これは違うよなと思ってても結構強く言えなかったりする部分があって、でもリーダーは私だからっていうのがあって、すごい葛藤してる時期が長かったというか、今もそうなんですけど、もっとこうリーダーらしくできたらいいのになって思うことがありますね。まあ、こう何か言わなきゃなって思ったときに、ひなほさんいつもどうされてるんですか？どういう対応を？やんわり言うって感じですかね。ああ、自分らしくというかね、自分の言葉で伝えられる範囲で伝えるって感じですか？そうですね、なのでなかなかこう伝わらなかった
ったりすることもあるし、どうしようってなっちゃうこともあります。なんかこれは難しい、なんかずっとねこうこの場面場面で対応していかなきゃいけないことなのかなとは思うので、リーダーになったらまずは一回ぶつかる壁なのかなっていうふうには思います。あ、小島さんも、小島さんは逆にどうされてますか、そういう時は。そうですね、自分は、はい、先輩がいるので結構こう規制が分かれていて加入期が全然違うので、自分が、はい、NMB が単こう始まって6年目に加入したから6年上の先輩とかもいる中でのリーダーをしていたので、あ、大変だ。自分が、そうなんです、自分が初めにぶつかった壁としては先輩に物事を言えないっていうことだったんですよ。ただそれに関しては先輩側からこう受け止める姿勢を見せてくれたこともすごく大きくて、うん、自分が物事を伝えられるようになったし、コミュニケーションを増やしていくことが自分も言いやすい環境を作れるんだなっていうのに気づいてからは先輩ともっと絡むようになって、今は逆に後輩もすごい増えているので、今は後輩との関係をもっと厚くしていくっていうのをしていこうって思っている段階です。やっぱ人数が多いからこその悩みかもしれないです。おお、すごい勉強になりました。いや ちょっと今みたいに、もしなんかひなほさんが私に聞きたいことなどあれば、ちょっと何か自分なんかで答えられれば、逆に小島さんがリーダーになられて今でも昔でも心がけていることってあるのかなと思って、自分がリーダーになった理由も、はい、グループに加入した理由も、はい、こう NMB48 が好きっていうファンだったんですけど、大好きっていう気持ちを、はい、はい、YouTube で拝見させてもらったんですけど、あ、ありがとうございます。見ました。そうです、嬉しい。そうなんですよ、グループが好き、はい、あ、そうです、そうです、はい、そうなんです。だからやっぱり自分がグループが好きっていうその気持ちを大事にして全部それ発信でやっていこうっていうのをすごい思っているので、はい、こうあるごとに私はやっぱ NMB が好きだからこういうことしていきたいと思ってるし、なんでみんなにこういうことしてるかって言ったら自分は NMB が好きだからだしっていう、なんかその気持ちは絶対にどんな時もなくしちゃいけないなって思ってるので、自分は一番何でもその好きという気持ちを優先するようにしています。いいですね、はい、素敵です。気持ちさえあればなんか辛いこととか、うん、壁がなんか目の前に現れてもなんだかんだこう乗り越えてこれているので、すごい、はい、メンバーと向き合う時も愛を持っていれば向き合っていけるなっていうふうに自分は感じますかね。あ、愛を持っていきます。はい、持っていきましょう一緒に。他なんかありますか。他ですか。他は、あ、はい、小島さん的に個人的な将来の夢とかあったりするんですか。はい、あ、個人的な夢っていうのがまだこうはっきりとこれっていうのはないんですけど、それに向けてそれを探すための今やりたいっていう気持ちがあるので、どんなお仕事もとりあえず一回やってみて、で、あ、これがきっと自分に合ってるんだなとか、あ、これがやってみたいんだなとか、どっかで見つかると思うから、まあ、自分でこう、まだやりたいものとかに出会えてないからこそ、自分は向いてる向いてないって決めつけるんじゃなくて、一旦全部やってみようっていう今気持ちでやっていますね。でもちょっとわかります。なんか、あ、本当ですか？いろんなことできるのって楽しいですよね、でもお仕事で。
そうですね、うん、やっぱりこのちょっと特殊なお仕事だからこそいろんなことも経験できるから、それをやっぱプラスにしていきたいなとは思うの で、うん、で自分がいろんな経験を増やすことによってグループに持って帰ってくることもできるし、あ、そうですね、何か絶対に、はい、活かせることは絶対にあると思うので、今後もその姿勢は変えずにやっていこうと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお互いにこうね、こう聞きたい話だったりとかもさせていただきましたけど、はい、ちょっとそろそろ終わりの時間が近づいているということで、早い、はい、という間、最後にですね、はい、リーダーとして一番大切なことを今回もひなほさんに発表していただこうかなと思っています。はい、はい、あ、もうかけてますか。かけましたよ。あ、じゃあそれでは発表をお願いします。はい、どどん、常に向上心です。わー大事大事、まあ、いろいろ考えましたが、うん、これが一番かなって思うんですけど、あの、うん、結構こう向上心というか、明るい気持ちで私が明るい気持ちでいたらみんなも明るくなれるんじゃないかっていう、そういう気持ちも込めてます。はい、うん、絶対自然とね、チームに伝わっていって、みんなも向上心が出てくるし、うんうん、やっぱ自分がその気持ちを忘れないっていうのは、グループにとっても自分自身にとっても絶対にプラスになりますね。ということで、ぜひ向上心、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。見てくださった皆さんもそれが一番大事っていうコメントだったりとか歌みたいになってますね。よリーダー素敵とか、わあ、ありがとうございます。はい、あっという間なんですけども、エンディングでございます。わ、いかがでしたか。こうやってなんかリーダー対談みたいなの初めてでしたか。いや、本当初めてです。ごく緊張しました。ちょっと何か、あの、リーダーとして得れることだったりとか、自分を、今までの自分をなんか見つめ直すきっかけとかにもなるのかなとは思うんですけど、どうですか。なる、本当にあの、こうやってこうリーダーについて考える機会っていうのがあまりなかったので、はい、なんか逆に、あ、自分ってこうだったんだっていうのを洗い出せた感覚逆にあの、勉強にもなりました。させてもらいましたし、あ、よかったです。はい、はい、はい、踏み出しそうです。あ、よかったです。やっぱり、ね、お互いの環境だったりとか置かれてる状況が全く違うからこそ、悩みも全然違うと思いますし、はい、ね、なんか大切にしていくことも、まあ、似てはいるかもしれないですけど、やっぱそれぞれ違ったものを持ってね、これからもやっていけたらなと思います。はい、続いての配信の告知をさせていただきます。次のこのリーダー論の配信はですね、3月7日8時からさせていただきます。そしてゲストはですね、いぎなり東北さんの立花カレンさん、いぎなり東北さんのリーダーの立花カレンさんが、来てくださいます。次回の配信もぜひご覧いただけたらと思います。それでは今回のランキングを発表させていただきますね。お、はい。はい。5位から発表させていただきます。5位。フジモン、ひなほさん。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、HK さん。ありがとうございます。そして3位、リーミルさん。ありがとうございます。2位、ムラチン、ひなほさん。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位はかりんさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、あっという間ではありましたが、はい、本日のゲスト、竹山 3.5 の竹田ひなほさんでした。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。